こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間決定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格でも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味を持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。あとここから通常通り海外の状況を見ていきますと、まず米国の ETF は全体でマイナス 0.2 億ドルの純流出を記録しています。グレースケールの GBTC がマイナス 0.27 億ドルに対して、流入はフィデリティのみ、他がゼロとなっております。一方、香港はビットコインがプラス 414.7BTC、ドル換算ではプラス 0.24 億ドルとなっています。イーサーゼロとなってますね。久しぶりの大きな流入となりましたね。後ほど取り上げますが、香港方面でもパンダが出てます。あと ETF 関連では SEC が修正依頼をしていたスポットイーサー ETF の S1 フォームをビットワイズが再提出しています。7月8日締め切りの中ですね。早い提出が見られたということで、その他各社が続けば、早ければ来週、もしくは再来週には、スポットイーサー ETF の取引開始がされるという見解が出てますね。あと、オンチェーンの方では、マイナーのハッシュレート、収益が過去最低水準に低下しているのが話題になっています。ビットコインの価格推移と、このハッシュレートのグラフを見るとですね、過去の FTX ショック後にビットコインが暴落した後のハッシュレートと、現在の値が近くなっているということで、このあたりが大底なんじゃないかという見解が出てます。ビットコインを取り巻く環境は当時とはだいぶ違うんですけども、この一部のデータを見ると期待が持てるということで現在盛り上がってますね。これもその通りとなるのか、今後の展開に注目ですね。ビットコインの価格は現在58,800ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 ADP 雇用者数が予想の 15.9 万人に対して、結果が 15.0 万人と、米 ISM 非製造業景気指数が予想の 52.5 に対して、結果が 48.8 と、どちらも予想を下回る結果となりまして、景気悪化示唆から金利下落、米ドル安要因となっております。また今朝発表された FOMC 議事録では、特別大きなサプライズでもなく、市場には無風という見方が多いですね。米国債金利が 4.35 と下がってまして、ナスダックが 21,86 と、再度 ATH 更新、S&P 500が 5,539、ダウ平均が 39,300、金ゴールドが 2,358 ドル、日経平均が 46,80 円、ドル円が 161.5 円となっております。個別株の方では、マイニング企業のライトプラットフォームズが、6月のマイニング量を 255BTC と報告してまして、前月比プラス 19% となりましたが、株価はマイナス 1.5% を推移しております。ビットコインの先物の方では、先ほどの下落でロングの生産が少し走ってます。OI は全体でマイナス 5.7%、額としては302億ドル相当、比率としては全体ではショートが 61.9%、バイナンス見はロングが 76.9% とした売りになってます。今後の指標としては、明日7月5日に米雇用統計、7月6日にロシアの実質 GDP 確保値、7月8日にイスラエル基準金利などが控えております。米金利下落から株式市場はまた上昇傾向となってますが、ビットコイン仮想通貨市場は先日と変わらず調整ムードとなっております。株式市場の方では昨日も米市場は半休場でしたが、本日7月4日も米祝日インデペンデンスデイで全休となっております。指標も明日米雇用統計を迎えると一旦落ち着く感じになってますので、単独パンダ以外で上期待するとしたら米雇用統計終わり、来週からでしょうかね。ビットコインは6万ドル割ってまして、一時5万7800ドルをつけてます。形状的には、そこで耐えてるというよりもですね、右肩下がりの印象が強いですね。株式市場と比べると、未だ弱いですが、個人的には金ゴールドが若干反発してるのが気になるところです。チャートだけ見たら短期では、下この5万8000で耐えられるかどうか、下抜けした場合ですね、5万2000コースが見えてきます。上はまず6万2000の攻防に回帰できるかどうかが焦点になると思います。今後の市場の残り引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3230ドル、BTC 建ては 0.0548 と、昨日からさらに下がっております。
先物の方では OIA 全体でマイナス 5.1%、 額としては136億ドル相当、比率としては全体ではショートが 59.6%、 バイナス目はロングが 80.2% とした売りになっています。SEC がスポットイース ETF の S1 フォームを突き返したというファンだから、再提出となって少し明るくなってますけども、弱い状況は変わらずといった展開です。先日も取り上げましたが、投資商品、オンチェーン上でも資金流出が止まらないのが痛いところですね。またこれから取り上げる DeFi 市場の方でも暗い話題があります。チャートだけ見たらまた3200の攻防となってまして、4時間足ではギリギリそこで耐えてるような感じになってますが、ETF 開始後、流入が多くあるとか、何かしらのプラス要因がないと、中長期的には厳しそうですね。短期ではこの3200の攻防で耐えられるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。大統領選の行方を連日取り上げてますが、またバイデンの撤退予測が盛り上がっております。現在、ポリマーケットでは、バイデン撤退を予測する割合が 64% となってまして、一時 80% 近くまで高騰しています。これは先日の討論会後、ワシントンポストやニューヨークタイムズなど名のあるメディアが撤退を終わっているのが要因とされています。で、またバイデンの代わりとして候補に挙げられているハリス氏の支持も急上昇してまして、民主党内の代表予測を見るとですね、バイデンが 46% に対してハリス氏は 40% と、もう抜きそうな勢いになってます。ウォールストリートジャーナルとかももうこのハリス氏を持ち上げてまして、もしかしたら民主党はもうですね、バイデンを諦めてるのかもしれないですね。また大統領選の勝利者予測のマーケットを見るとですね、もうバイデンを抜いてハリスが2位に浮上してます。本当あの討論会がきっかけでとんでもない展開になってますよね。こうなるとトランプが負けるっていうのは考えづらいですけど、何が起こるかわからないですからね。あとミームの方も激しく動いてまして、これまで高騰していたバイデンミームが急落して、代わりにハリスミームが高騰してます。7日間の騰落率を見るとですね、バイデンミーム筆頭だったボーデンがマイナス 74.6% と暴落してるんですが、ハリスのミームの勝率がプラス 581% と高騰してます。討論会以前にこの展開予想して仕込んでた人はいるんでしょうかね。トランプミームはまだそこまで下がってないですけど、このミーム市場もどうなるんでしょうかね。大統領選の今後の行方に注目ですね。あと他では香港が仮想通貨の規制を見直す方向で進めてることが話題になってます。今後仮想通貨の仲介業者に関する規則を緩和するかどうかについての質問に対して、香港財務長官はですね、市場の動向を注視し VA 関連活動の要件を随時見直すと発言してます。これは以前香港 SFC が取引所や仮想通貨扱い事業者に対して6月までにライセンス取得、または申請しなければ営業を認めないという規則を出したんですけど、ほとんどの取引所が申請をやめて撤退したことから、今回規制を緩和する方向で動いていると見られています。香港自体が盛り上がってれば話は変わるんでしょうけど、 ETF も不発でしたし、緩和したところで誘致できるのか、香港の進捗にも注目ですね。あとここからアルト関連になります。ビッテンソールがチェーンを停止してます。ウォレットの脆弱性を攻撃されて800万ドル相当のタオトークンが流出したため停止したようですね。秘密機漏洩からの流出と見られています。タオの価格は現在237ドル、 BTC 建てはプラス 6.1%、 時価総額は55位ですね。下落から若干反発してます。一時期 AI 銘柄として注目されてましたが、まだ底を掘ってる状態ですね。こちらも今後巻き返しがあるのか注目ですね。あとは DeFi 市場全体の資金抜けも目立ってるようです。この調整フェーズで大量保有者が多額の出金をしてるようですね。中でもペンドルの TBL はピークから半減してるのが話題になってます。 DeFi トークも軒並み下がってますね。 DeFi の資金の出入りは市場動向に沿ってますんで、これらが回復する時は来るのかも注目ですね。今日はこんなとこですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。